はい、どうもこんにちは。今日はね、超メタドラダンジョンにちょっと挑んでいきたいと思います。じゃあね、このパーティーで、いかに超メタドラをクリアしてるかっていうのを見せつけたいと思います。俺のね、守りの攻め方ってやつがあるが、一連射を繰り返してってメカドンを貯めて敵を葬るっていうね、新手の技だな。みんな使える。よしよしよし、めんどくせえ場合はこうやって突破したこともある。ほい、あっさんさんや、頑張るまで結構時間かかる。あっさんさん、超メタドラはね、やっぱり参加しておきたいよね。あったり機会は魔法使いの時だと、なかなかレベルが上がんないしね。よしよしよし、よし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 、いい感じに日本持ってるよ。まだ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 結構ね、いい感じに敵を倒してるよ。こいつ硬いんだよな。こいつ硬い。ああ、もう厳しいな、ほんとに。ちょっとこのパ、この超しょぼいパーティーじゃ倒すの結構きついんだよ、こんなやつらで。よしよしよし、道は長いぞ。これは倒してくれよ、ほんと。もうこっち硬いんだから。結構長くなるよね、持久戦だから。まあ持久戦は結構長くなるよ。まず持久戦だからね、俺のクリアの仕方は。結構時間使うんだよね。よし、いいよ。ここで発動、伝われ。はい、クリア。よし、もう連発だわ。よし、あ、ここから早いんだよ、普通に。はい、こんな強敵と関係ねえから、もう一撃だから。ほら、あーっと、ドロップしんかった、最悪。あー、超メタドラが、まあ、金育てだから、まあ、いいとしよう。こんな感じでした。はい。これがね、僕のクリアの仕方です。よかったら参考にしていただけたらなと思います。で、チャンネル登録もね、ぜひぜひしてください。お願いします。はい。今日はここまでにしておきます。